はい、皆さんこんばんは、ミリアです。今日は久しぶりにカバンの中身の紹介をしていきたいと思います。1年ぶりとかくらいなのかな。で、持ってるものもいろいろと変化していると思うので、最後までよかったら見ていってください。それでは、どうぞ。はい、早速カバンからまずは紹介していきたいんですけど、せっかくなら今年買ったバッグがいいかなと思ってたんですけど、今年買ったバッグがファッションブランドとハイブランド含めても一つあったので、そちらのバッグで紹介します。ベン、こちらです。はい、こちらはエルメスのガーデンパーティーっていう種類のカバンになります。ガーデンパーティーの中では小さい方なんですけど、比較的大容量のバッグになります。で、ここのマチを開けたらパソコンもギリギリ入るくらいのバッグです。これはちょっとね、購入ヒストリーがあってお話ししたいんですけど、このガーデンパーティーはスペイン旅行に行った時に見つけて購入しました。1日目にエルメス行った時にカバンが欲しくて、カバンあるって聞いたらなくて、彼とツイリー2つを購入して、今日はないけど明日また来てねって言って名刺もらって次の日行ったんですよ。そしたらティコタンが出てきたんですけど、持ってるカラーと金具でスペックが一緒だったので、サイズが GM で大きかったんですけど、あ、これだったらいらないって言って、そしたら2個目に出てきたのがこのガーデンパーティーでした。なんかガーデンパーティーって可愛いなと思ってたし、いつか欲しくなりそうだなと思ってたんですけど、なんとなく大人なイメージ、もう少し年重ねたら欲しくなるかなと思って、ノーマークだったんですよ、あんまり。なんですけど手に取ってみて、すごくキャンバス地っていうのもあってカジュアルに使えるし、この鮮やかなねオレンジ、中もオレンジなんですけどが可愛くて、私でも使いこなせそうと思って今回購入しました。まあ今年の25歳の誕生日でルンバがうるさいなちょっと止めよう、やばい近づいてきた、アプリでちょっと止めました。今年25歳で節目の誕生日だったので、まあそういうのも込みで今回スペインで買ったのがこのガーデンパーティーです。めちゃくちゃ可愛い。夏もね使いやすいし、最近はこれ荷物が多い日はこのバッグでお出かけすることが多いです。ということで早速中身を紹介していきたいと思います。まずはポーチですね。これタヌモグの顔入りポーチ、これはインスタグラムの広告で出てきて可愛くてポチりました。簡単に写真だけ送って、デザインもなんか何種類かあって、その中から選んで購入したんです。ここにタヌモグって書いてたり、このポーチの色味とかも何種類かあって選べました。キーホルダーっていうか、日光東照宮のお守りのキーホルダーもつけてるんですけど、神社相性診断みたいなのがあって、それで調べたら私が日光東照宮が相性が良くて、神社属性サーチっていう、こういうなんかね、このサイトに生年月日と血液型入れると相性のいい神社とかパワースポットが出てくるって言って、私日光東照宮がなんか相性良くて、この間近く行ったのでその時に買いました。お気に入りで、中にはいつも持ち歩いてるエレガンスのパウダーとか、あとこれも多分何回も紹介してるクリオのコンシーラー、ジルのハンドクリーム、リップ、ヘアゴム、あとはネイルオイルとか、なんか最近ネイルすごいシンプルにワンカラーとかにしてて、指が綺麗に見えるネイルがいいなと思って、これ友達にお土産でもらったネイルオイルも入れてます。あとはこういう汗拭きシート、なんか一日中外にいる時って日焼け止め日中塗るじゃないですか。夜ご飯食べに行く時とかにちょっとなんか汗と日焼け止めでベタベタするのが嫌なので、これで日が暮れたら汗を抑えたり日焼け止めを拭き取ったりしてますとかが入ってるかな。ポーチの中はねいつも変わらず、これはちっちゃいバッグの時でも基本的には入ってるかなって感じです。これがポーチで、あとはお財布とか、お財布はこちらです。エルメスのコンパクトベアンっていうシリーズかな、三つ折りタイプのお財布なんですけど、これは去年の冬とかに出会ってて、最近一粒万倍日、今年一番いいみたいな日
に下ろしました。あの前回多分3年くらい前に買ったお財布があったんですけど、もうそれも全然傷ついてなかったし気に入ってたんですけど、買えるタイミングは今かなと思って買いました。最近色味がマッシュルームっていう新色で、白っぽいんですけどほんのりクリームがかった、でもパッと見白みたいなカラーで、ゴールド金具ですかね。これもね色移りしそうでめちゃくちゃ気にかけて使ってるんですけど、結構生地も柔らかくてもっと馴染んで長く使えるかなって思ってます。買った時気づかなくて最近使い出してから気づいたんですけど、この小銭の入れるところのジップに H っていうマークがあって、これもめっちゃ可愛いと思って気に入ってます。でもね小銭はね入れすぎると結構こう太っちょなお財布になるので、大切に、キャッシュレスなのでそんなにこうお財布を取り出す機会もあんまりないんですけど、それでも大切に使おうかなって思ってます。あとは日焼け対策系でいくと、まあ、日焼け止め、これはビオレかな、これはねまだ使いやすいです。あのベタベタしづらくてコンビニとかで買ってるんですけど、これとあとはアームカバーで Amazon で買いました。 2,3 千円くらいで買ったんですけど、この辺まで結構しっかり隠れるので、まあ、普段日傘とか持ってるんですけど、光が入ってくるカフェとかで作業をする時とか一人の時はこれつけていることが多いです。意外とね光入ってくると焼けるので、私焼けやすいから。あとはマウスピースで矯正またしてるので、その矯正と香水、香水はディオールのホーリーピオニー、ディオールの中でも数店舗でしか売ってないシリーズだと思うんですけど、ホーリーピオニーっていうちょっと甘めの香り、これ本当に好きで、もう多分5本目とか6本目とかじゃないかな。すごく男性も女性も嫌いな方がいなそうな、でもいい香りがしてすごく気に入ってます。これつけると、あ自分の香りだってもう最近はなるね。表参道の店舗とかでも買うんですけど、もう最近はオンラインで買うことも多くて、なんかオンラインで買うとねうっすらメリアって刻印してもらえました。まあコンパクトで結構持ち運びにも便利で、これはね入ってます。よくいろんな香水使うんですけど、これが一番オーソドックスに使ってるかなと思います。お次がタオル、フェイラーのタオルが大好きで、毎回新作が出るたびに買おうかなと思ってサイトチェックしたりするんですけど、フェイラーは2000円くらいかな、タオル表参道の駅にも売ってあるので、ちょっとした友達のプレゼントとか、あとは自分でもこう夏だからとか思って夏っぽいタオルを買ったり、冬のなんかクリスマスバージョンとかもあって、そういうのも結構逐一チェックしてる好きなブランドです。今日はレモンのちょっと爽やかな涼しげなタオルにしました。お次はポーチ、第2弾のポーチはオリードミニっていうエルメスのポーチです。この一番小さいサイズでオレンジのがなかなかなくて、もうちょっと大きいのとかピンク色とかはあったんですけど、このサイズと色見つかったら買おうと思ってたんですけど、結局半年くらい見当たらず、最近店舗で見つけたので購入しました。ちっちゃめでこれはこれで可愛いんです。ここには前髪のカーラー、最近暑いとねぺったんこになるから、あとはこのヘアクリップ、結構長さがあるタイプなので髪ガバッとまとめれるタイプのクリップと、あとは鍵、キーケースは欲しいのがあるんですけどまだ出会えてなくて、今はディズニーで買ったミニーちゃんのキーホルダーに入れてます。はい、お次はノート、ノートをね最近久しぶりに買ったんですよ。これ豊島園に最近できたハリーポッターのスタジオでお土産で買いました。スリザリンのノートで、ここに無料でミリアって入れられるので入れてみました。このねグリーンの色味も可愛いし汚れも目立たなそうですよね。結構しっかりしてるし、携帯でメモしたりすることも多いんですけど、なんかトゥードゥーリストとかはノートにまとめてみようかなって久しぶりにと思って購入しました。このボールペンは先輩に大学の卒業祝いにいただいて使ってます。最後がエアポッツケースとエアポッツです。これはボッテガのエアポッツケースで、かけられるので、まあ、便利だし、シリコンで汚れづらいんですよね。これもなんかね名前が入ってるんだけど、みちゃんって書いてて、あのアップルの公式サイトかなで購入すると無料で入れられるって書いてたので入れてみました。こういう刻印系好んでやりがちなんです私。こんな感じかな、今日は大容量バージョン、大荷物バージョンのカバンの中身の紹介でした。いかがだったでしょうか。少し前に紹介したものとまた新しく変わってたり、趣味思考がだんだん
大人になってきているのかなって最近は思ってます。こんな感じでまたいろんなバージョンのカバンの中身紹介できたらなって思います。それではまたね、バイバーイ。